今日は中秋の名月だね。僕こうやってお月見するの初めてだよ。わらわもこういった静かな月見は初めてじゃ。いつもはどんなことしてたの？そうじゃな。能楽の鑑賞に、各国の者たちとの宴、それに一番面倒なのがクジェッタ。毎年準備しようと思いつつも、当日近くになると忘れて、即興で作るんじゃが。ちなみに去年はどんな歌を作ったの？名月や、ああ名月や名月や、じゃ。他にも有用できそうだね。だから嫌なんじゃ。節句には何かと行事がある。慌ただしゆえになんじゃ。日本はいくつ節句があると思う？いくつ？行事としてわらわが出ねばならぬものだけでも。24じゃ。だいたい5節句だけでも大変だというのに。もっとおとなしく季節の変わり目を感じられぬのか。ああ悩ましい。まあ今年は暑かったからススキは準備できなかったけど、お団子だけは用意できたし。のうがおよ。お主ひょっとして貧乏なのかえ。頑張ってはいるんだけどね。にゃんこ軍団って基本的にその。その日暮らしにゃ。猫どのそんなことでよいのか。よいも何も、にゃんこ軍団にできることなど知れてるにゃ。強いにゃんこを育成するためににゃんこ島を建設したり、活躍資金で火の車にゃ。ちょっと待て。それじゃあ先代様はどうやって養っておるのじゃ。にゃーのかつての功績で、にゃんこ軍団とは別に収入があるのと、わんこ軍団からお中元をもらったり、グッズ販売の収益の一部が、にゃーの懐に入るにゃ。頑張って働いてるんだけどね。大きな仕事でもない限り苦しい状況です。なんという貧乏な王者。国があるわけでもなく、侵略するけどその後は放置だから、安定した収入はないんだよ。お主よく今まで生きてこられたな。まあなんというかにゃ。団体に所属してるだけで、利益を得られるほど甘くないにゃ。しかし御所は特に何もしてるようには思えぬが。各国のバサラーズが上納してるから。御所は存在するだけで金銭面の心配はないにゃ。一方にゃんこ軍団は、侵略こそすれ奪はないので、基本収益ゼロにゃ。まあ今一番の利益は、テレビでエイリアンどものあれが一番にゃ。まあ全額入ってくるわけでもないがにゃ。改革が必要なのはわかってるんだけど、ちょっと待て。静かに過ごすつもりが、何やら暗い話を聞かされておる、しまいじゃ。今はこの月を楽しもうぞ。一方、その頃クアールは。にゃー。いい加減にゃーをここから出すにゃ。なまげ。おとなしくなったか。引き続き獄中生活を満喫してもらう。おとなしくしていご。ああ、こんな状況でも月は綺麗だにゃ。そういえばうつむいてばかりで。月なんて見るのいつぶりかにゃ。にゃ、なんだにゃ。このたぎるような、高揚感は。2Rが内側から爆破されました。急いで外部に連絡だ。それがジャミングされてできません。近接する区画ごと爆破して脱獄を阻止しろ。ダメです。こちらの捜査を受け付けません。じゃあ。グフ。なんだ。こんな簡単なことで、力を取り戻せたのか。ガオよ。待ってるがいい。カミングスーン。